世界的バイオリニスト後藤みどり。彼女が奏でる音色に人々は魅了されます。とても良かったです。もう最後はこの音を忘れないようにと思ってもうちょっと胸がいっぱいです。すいません。人間的にもね、素晴らしい。ありえないよね。4歳でバイオリンを始め、11歳でデビュー。それ以来常に世界の第一線の舞台で活躍し続けています。彼女の名を世界に知らしめたのがタングルウッドの奇跡と呼ばれる出来事。アメリカでは小学校の教科書に掲載されたほど有名なエピソードです。当時14歳のみどりさんはオーケストラをバックにした舞台でバイオリンの弦が2度も切れるアクシデントに遭いました。しかし大きさの違う大人用のバイオリンに2度も持ち替え、見事演奏し終えたのです。長崎市内でバイオリン教室を開いている近藤さんに、他の人の楽器で演奏することの難しさについて伺いました。バイオリンっていうのはバイオリン職人さんがもう一丁一丁手作りで作られますので、このネックのとこの太さがちょっと若干違ったりですね、一つとして同じバイオリンっていうのはないんですね。それなのに、まあ、見事に弾かれたっていうことは、みどりさんがもう瞬時にですね、そのバイオリンの特徴をキャッチして、そしてまあ、音程の狂いもなくみどりさんの音色を出して弾き切ったっていうことは、やはり奇跡っていう言葉に尽きるんじゃないですかね。今年はデビュー30周年。その記念となる全国ツアーの会場に選んだ場所は、世界遺産や文化財に名を連ねる教会やお寺など全国9カ所。去年12月、みどりさんは全国ツアーの下見で浦上天主堂を訪れました。上五島の教会とこの浦上天主堂もツアー会場なのです。教会の雰囲気や歴史などを確かめながら、演奏のイメージを膨らませているのでしょうか。まだ今からそうですね7ヶ月ほどありますけれども、それに向けていろいろな準備などもちゃんとしていこうと思います。ここには長崎の悲しい過去を知る被爆マリアも安置されています。古い聖堂が全てこう倒壊してしまったんですね。でスペインから輸入された無限大の聖母像も瓦礫の下にうずもれてしまったんですね。でそのうずもれてしまった無限大の聖母像の頭部がですね、瓦礫の中から奇跡的に発見されまして、今回なぜ教会をツアー会場に選んだのでしょうか。コンサートをするということ、演奏の場を提供していただくっていうのは、こう若い演奏者にとって自分のまあ、演奏家としてのアイデンティティというのを育むのにとても大切な貴重な欠かせない経験だと思います。アメリカでは若い音楽家に演奏する機会を与えるため、教会やユダヤ教寺院が演奏の場を提供していました。デビュー間もないみどりさんもそのような場所で演奏をさせてもらっていたそうです。今回のツアーの舞台として教会や寺、神社を選んだのも初心に帰る意味を込めたものでした。さらに曲目として選んだのはバッハ作曲の無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータ。
これはバイオリン音楽の原点とも言われている曲なのです。小さい頃からバイオリンを習うとなると、ある程度の時期から必ずバッハというものを練習して勉強しますけれども、こうバッハというのはね、一生かけても学びきれないというのが私たち の常に考えることです。30周年の全国ツアー、始まりの場所となったのは上五島にある青佐ヶ浦天主堂です。長崎の方は何回かこうミュージックシェアリングの活動や本公演の方の活動でも訪問しておりますけれども、五島列島は初めてです。祈りの島に舞い降りた奇跡の音色、それは世界的バイオリニストが奏でる魂の響きが聴く者すべてに感動を与えた瞬間でした。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。アメリカを拠点に世界で活躍するみどりさん、2日前まではカナダに滞在。この日も東京から7時間かけて上五島に到着しました。みどりさんは初めての五島列島の印象をこう語ってくれました。こうすごく印象的なのが、こう海があって、それで海の中にいろんな島がたくさん見えてくるっていうのと、その海がそのこう崖というか山のところもうそこまでつながってるという感じですね。とても自然が綺麗で、ウグイスの、ね、声がよく聞こえて、でもウグイスがいるところって水が綺麗ってね言われますよね。あ、素敵なところだなと思っています。新上五島町は29もの教会が点在する祈りの島。澄んだ海と美しい山々が連なるのどかな島です。みどりさんが滞在するのは島の北部に位置するリゾートホテル。ロビーを借りて早速バイオリンの練習です。
場所や気温、湿度などで大きく変化するバイオリンの音色。その音一つ一つを丁寧に確認しながら弾く姿は、まるでバイオリンと会話をしているかのようです。練習の合間、窓の外に目をやると、上五島の青い海が広がっていました。今回の全国ツアーのパンフレット、冒頭の挨拶には、これまでの感謝と今の願いが綴られています。いくつもの場面で皆様の声援が私の心を強くし、前向きに進んでこられたことを、ただ感謝という文字にするより他ございません。私がデビューした頃、舞台慣れをするためにと、ご自分の生徒の発表会に特別に私を出演させてくださった方々、演奏の場所を提供してくださった教会やシナゴーグ、そのご厚意がどれほど力になったか、計り知れないものがございます。日本での昨年の大きな災害をはじめ、世界中で21世紀のテクノロジーの力の及ばない悲しい出来事が続いております。大自然や人間の性にかなうものはないとはいえ、願わくば音楽がひとときの心の安らぎになるのではと思わずにはいられません。音楽の道を志し、常に精進を重ねてきたつもりの30年が矢のように過ぎ、まだまだ至らぬことばかりでございますが、どうぞこれからもご指導賜りますようお願い申し上げます。上五島の人たちは、みどりさんのツアーを心待ちにしているようです。島の小学校でコーラス部の指導をする先生たちは、学生時代からみどりさんのファンでした。マッハも教会音楽をずっとしてるから、なんかみどりさんの曲で教会でバッハを聴けるなんて、もうすごい機会だなと思います。楽器がこう歌うように演奏されるのがすごい印象的です。あ、もう夢のようです。なんか何ヶ月か前にそういう噂を聞いて、まさかって言ってたのが、はい、現実になるので、ぜひ近くでお聞きしたいなと、はい、思ってます。後藤みどりって知ってる？知ってます。なんで知ってる？先生に聞きました。なんかバイオリンが綺麗だから一緒に見に行こうって言われました。有名な人が長崎に来るのがすごいなと思いました。こちらは音楽好きの島の人たちが結成した響きというビッグバンド。ドラム担当の道越さんはクリスチャンです。なんかものすごくいろんなところで活躍されてる方なので、あ、すごい人が五島に来るんだなということで、すごい楽しみです。上五島はいろんな教会が29カ所も特に多い島なので、そういう信仰というか、昔からの神様への、気持ちというか、そういったのが来られた人とかに伝われば、私たちのことを知っていただけるので嬉しいとは思いますし、オルガンの音色で聖歌隊が歌うので、ミサっていうのは、で違う楽器が流れるのは特に珍しいことなので、かえって新鮮で楽しみです。
はい。ご夫婦でみどりさんの大ファンという吉武さんは、今回のツアーの話が信じられなかったといいます。嘘と思いました、うん、嘘本当って感じです、うん、やっぱり生の演奏を聴く機会というのは非常に少ないものですから、それも世界的に、トップクラスと言われるですね、後藤さん の, です、ね、演奏を聴くことができて、非常に楽しみにしてます、ね、みどりさんが奏でる音が、後藤は若い方が少ないんですけど、若い方に記憶として残る音楽家になったらいいなと思います。コンサート当日、青佐ヶ浦天主堂ではいつもと変わりなくミサが行われました。夕方のミサが終わる頃、やってきた一台の車。みどりさん、初めて青佐ヶ浦天主堂に入ります。教会内は会場作りの真っ最中、スタッフと衣装の相談をしているようです。そのためにちゃんと長さも、どっかで一回靴履いてもらえるとか。じゃあ周りの音は一切気に留めず、ただひたすらバイオリンの音色に集中。何度も何度も音の具合を確かめ続けていました。コンサートの案内や会場作りは、町役場の人たちが手分けをして行います。会場1時間前に突然の雨、みどりさんは控え室に移動です。みどりさん、教会一生どうでした？とても素敵なところです。外国の教会とやっぱり違います。ジュンさんは弾いてるっていうのは初めてだと思います。島の人だけでなく、遠方から来た人たちも小さな教会に集まり始めました。ここではクラシック会場には通常入れない小さな子どもの姿も。いよいよ開演。教会内に世界中で愛されているバイオリンの音が響き渡ります。
あおさが浦天主堂は信仰を守り続けた人々が資材集めにも大変な苦労を重ね、自分の家を作るような思いで築き上げた美しい教会です。地元の建築家鉄川与助によって作られました。国の重要文化財にも指定され、2010年には100周年を迎えました。一本の弓と左手の指が激しく動き生み出す多重的な音は、滑らかに、時に激しく、時に切なく、時に妖艶に天主堂内に響き渡ります。Thank you.
が出ないぐらい本当に素晴らしかったです。感動しました。バッハ の, その曲の雰囲気とあの後ろの祭壇のこう空気感とで今日は雨が降ってたのでこの雨の音と時折虫の声とでなんかすごくねすごく素敵な演奏会でした。はい、ね、またここに来て泣いたらまた嬉しいけど ね, ね出てくる音色のバイオンがもうすごくて一つのバイオリンで鳴ってるようには全く聞こえなかったすごかったですね。Very touched and a very personal interpretation. I never heard Bach like that, so I'm glad that I was able to join the concert. すごい祈りを込めながら弾いてらっしゃるんだろうなっていうのを考えながら私もそういう思いをなんか共感したいなと思って聞いてました。今日はね東京から来ました。東京から、はい、いかがですかこの教会で聴くのですか。素晴らしいですね。どういうところでございますか。もうこのなんていうかこの荘厳な雰囲気にあの緑さんの素晴らしいバイオリンが調和してもう本当になんか天国に行ったみたいな感じ。演奏が終わった後観客とみどりさんの触れ合いの時間が設けられました。こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、ありがとうございました。感動しました。今の話というか皆さんと同じで、はい、すごく大きく見えて初めて見たんですけど心に残して頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございました。どうぞ、暗いですけど閉めます。はい、はい、失礼します。ありがとうございました。帰り道は教会の暑さの話になりました。弾いてる時は、うん、あの気にならないですね。ちょっと気がつかないというか、うん、日割った時とかがすごくいつもより汗かいてるなというほとんど汗かかないタイプなので。ああそうなんですか。でも汗かくって気持ちいいですね。そうですね。お願いします。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。今日はちょっとゆっくり休んでください。ありがとうございます。今年6月、みどりさんは東北の小学校を訪れていました。子どもたちに音楽指導などを行う社会貢献活動、ミュージックシェアリングのためです。皆さんこんにちは。こんにちは。私が後藤みどりです。一番太いのが一番低い音が出るんでこんな音です。で一番高い弦っていうのが細い弦なんですけどこんな音がします。でいろんな指の使い方とかこちらの弓の使い方ね、弓というのはこう茶色い部分が木でできていて白い部分が馬の尻尾の毛です。音楽に触れ合う機会が少ない子どもたちに本物の音楽を届けようというこの活動は20年前にスタートしました。みどりさんは5年前から国連平和大使も務めその活動範囲は音楽家の領域を超えています。子どもたちからの質問コーナーもありました。みどりさんが使っているバイオリンは何年くらい使っているんですか。はい、私がこの楽器を使い始めたのはちょうど13年くらい前になります。でも楽器自体はもっともっと古くて、これは1734年に製作されたものです。イタリアのバイオリン製作者のガルネリウス・デルジェスという人が作ったものです。すごい古い楽器です。280年も前だ。280歳ですか。
でもね、頑張って欲しいって言うけど、ちゃんとね、いいのね、頑張って出してくれます。多忙なスケジュールの中、この日は花巻市内の小学校をもう一つ訪問しました。そうですね、ずっと使っていて、ものすごくこの楽器のパーソナリティっていうのが分かります。楽器っていうのは生きているものみたいで、すごく面白いんですよ。機嫌が悪い時とか機嫌がいい時ってね、違う音がするんです。でもちろん演奏する方の気持ちもこうすごく分かっていて、いやいや弾いたりするとあまり嬉しくない音がするし、もう本当に音っていうのにいろんなことが反映されます。みどりさんの演奏に一瞬で心を奪われた子どもたちはバイオリンの音色に聞き入っていました。上五島での演奏を終え、続いて向かった先は長崎。移動には路面電車を使いました。バイオリンを背負ったままどこまでも歩きます。どうやら浦上天主堂のそばの市場を散策するようです。何かお探しです？いや、特にということないですよ。誰も世界的に有名なバイオリニストとは気がついていない様子。はい、ありがとうございました。よかね。はい。みどりさんが買ったのは漬物でした。世界中を持ち歩いている風呂敷。かなり重宝するそうです。私も酸味 の果物が小さい頃からとても好きでして、そのザボンっていうのがこういただいた時に、こういうのが長崎から来たもんだと。でもその他にも豚肉の料理だったり、長崎でお菓子だとか大変美味しいですね。浦上天主堂の控え室にも響くバイオリンの音。みどりさんは何気なく弾く音と必ずこういう音を出したいと思い集中して出した音は違ってくると言います。その思いが練習に現れているようでした。開演前の天主堂、この荘厳な雰囲気の中、みどりさんはどんな演奏をするのか。みんなの期待が会場にあふれています。Thank you.
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。曲の演奏が終わっても会場はいつまでも鳴り止まない拍手でいっぱいでした。どうもありがとうございました。五島列島とまた全く違う雰囲気でしたね。頑張ってください。そうでした。浦上天主堂でも一目会いたいというファンの皆さんと言葉を交わします。一人一人の手を握り思いを受け止めているかのよう。ありがとうございました。明日から頑張ります。今日の日を忘れません。ありがとうございました。どうぞ。今の時代やはり演奏家っていうのはですね、自分が演奏する場所ですね、それ響きのいいところかとか、まあ、外からの雑音が入らないところか、条件の良いところをやはり求めがちになりますよね。でももう本当に彼女は自分はどんな場所でも自分のバッハの演奏をお客様に伝えて伝わったらっていう、そんな思いがですね、私ども聞いててそのビンビンと伝わってまいりました、長崎でのコンサートを終えたみどりさんは続く7カ所の公演に臨みました。この会場は国宝善光寺。教会とはまた別の厳かな雰囲気の中、幻想的なコンサートとなりました。音楽というのはこう、いろんな捉え方があって、いろんな聞き方があって、いろんな感じ方、一人一人によって自分に受け取れるものだと私は思います。ですから反対に演奏者の方からこれを得てくださいとか、これを考えてくださいとか、これを聞き取ってくださいっていうのよりも、そのまま自然のまま個人個人に聞いていただければと思います。
バイオリニスト後藤みどり。彼女が奏でる音色は私たちの心に響き渡り、これからも奇跡のような出会いと感動を生み出してくれることでしょう。